食べ応えが抜群です。オレンジとチョコが合いますね。ちょっとオレンジの皮のところの苦みが少しあります。オランジェットというものを作ったんですが、オレンジはネーブルオレンジを使いました。こちらですね。もうワックスとかついてるのでよく洗って、それから調理しました。で、きっかけっていうのが、ちょっと知り合いからいただいたこちらなんですね。とっても美味しくて、この中が透き通ってるんですよね、オレンジの。これと比べると全然違うんですけど、ちゃんとした作り方ですと、調べてみたところ、1週間ぐらい、シロップにつけたり、つけて沸かして、つけて沸かして冷ましてっていう工程を1週間ぐらいするらしいんですね。簡単にできる方法でやったので、1日で、できる方法でやったんで、こんな感じになったんですけれど、とりあえず作ることはできました。とりあえず作れてよかったです。次回はね、こうやって綺麗にできるように、時間があるときに1週間ぐらいかけて作ってみたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。